芋打ちバトル4からはナイトセッション。ステージではピッチピチギャルのビキニショーが行われ、野郎どもは狂気乱舞。そしてコース上では前夜祭に引き続きドラッグマシンがデモラン。ここで再びこのマシンがあわや大事故のアクシデントを起こす。1300馬力のその迫力、青天井でいった、危ない、いやー怖い、なんて危ないことやってんだよ。でもあれコントロールしましたね、今よくはここまで耐えましたね。いやー見せてくれましたね。危ない。いい感じに温まったところで主役たちが登場。皆さん元気ですか？元気ですか？暗くなってますけど、とにかくね、いい走りをします。なるほど。最後まで皆さん楽しんでください。みんなピカピカ光もつけて、はい、ものすごい走りをすると思うんで、はい、最後まで応援よろしくお願いします。もう日もね落ちて、はい、寒くなってきたんで、はい、暑くなるような走りができるように、ここから思いっきりいきます。またはい、皆さん元気ですか？元気やで。自分は元気ないです。なんでや、なんでや。なぜならあまり乗れてないからです。なんでよ。なんでよ、そんなことないですよ。このね、これちょうどいいリセットするいい機会を作ってもらったんで、なるほど、ここからまた1からスタートして、なるほど、全開でいきたいと思います。皆さん応援の方よろしくお願いします。よいしょ。コメントがうまい。ハッピーターンもうますぎる、ハッピーターンもうますぎる。カメラ回ってますからね。え、あ、今のカットしてもらっていいですか？きっとカットしてもらっていいですか？うまい、うまい。まずは追走の組み合わせを決めるため、一人一本勝負の単走を行う。ダメだ、おい、こら。もうさ、酒持ってこい、酒持ってこい、ほら、ちょっと、冗談じゃねえよ、おめえ。ああ、寝ちゃおうと。セントレア特設コースをものにした。さあ、今日の単走でも1位を取っている。角度をつけて飛び込んできたところでどうだろうか。スーッと伸ばしてきた、当たる、うおー、いやー、ギリギリ、ギリギリ、なんちゅうコントロール。追走でどんどんいい走りに変わってきた手塚の単走一本は、いやー、いいと思ったぞ。どうだ、追走通りの走りができている。追走の中でもかなり激しいクラッシュもあった小口吉成が、さあ角度をつけて、ちょっとラインがどうなのか、小さいところに来たけど少しずれてったかな。4人目、ここまでくすぶっていた川端が輝きを取り戻す。本来はこの単走で100点を取れないのは自分の中では非常に悔しいはずですが、ちょっと因果はちょっと真ん中ミドルというところよりも2コーナーは小さいところを通っていった感じはありますが、この辺の持っていき方は豪快だ。3コーナーから4コーナー、そして最後も煙を、あ、来た来た、すごいぞすごいぞ。拍手も沸き起こる。でもね、アベレージスピード相当高かったように見ましたけど、高いね、一番まとまってるような気がしますけどね、はい、出た。真っ暗闇の中で4人目、川端雅人の得点は100点だ。川端念願の100点がやっとここで出ました。トーナメントは完走の1位と4位、2位と3位が激突。どうなるんでしょうか。どうなるでしょうか。元気ですかみたいに言ってみたけど、どうなるんですか。どうなるんでしょうか。いや、対戦相手川村さんですけど、どうですか。楽勝でしょう。楽勝いただきました。対戦相手いきます。嬉しそうでした。川村さん、相手楽勝って言ってますけど、ぶっ殺す。これ出た、ぶっ殺す。来たよ川端。なんか夜は違いますね。夜違うね。夜は違う。ねえねえ辻君、はい、川端の目つきが違うよ夜。あれこんな顔でしたっけ。夜の顔怖すぎるやろ。1組目、180頂上対決。1本目、1コーナーで若干離された小口だったが、審査席前からきっちりと詰め寄り 0.5 アドバンテージを取る。入れ替えの2本目では小口のトリッキーなケツ侵入にペースを崩された川端。しかし意地でもドリフトを戻さんと食らいつく。言葉通りぶっ殺すという感じ。ぶっ殺すだよな。いやおもろいな。ただね、ここでちょっとね、ちょっと遅かったですよね。あ、だからここで小口はなんかちょっと、いや、ちょっともう一回これサドンデス見たいよな。サドンデスね。ジャッジ上本イーブン、ジャッジ山地
5.5 川端、ジャッジ川崎、逆に 5.5 小口、トータルその差 0.5 ということは、この戦いはシャドンです。よいしょ。いや、願いって届くもんなんですね。もう一回というちっちゃい声で、もう一回や、バチバチですね。バチバチですね。バチバチだよこれ。というところでサドンデスに入りました。サドンデスの1本目は先に角度を振ってくる川端、そしてやった、失敗。これは大きなる失敗というよりもちょっと何かあったかな。なんか火が出てましたね。なんか火が出ましたね。下が当たってるようなね。あ、なるほど。何かあったんですかね。トラブルでしょうか。トラブル発生。トラブルはどうしました。失敗したんです。あれあれあれ、あの火花が出たのじゃ関係なかった。関係なかった。さあ、あと追い、なんかやるんちゃうか。でもこれ、うわ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 、川端さんすごいわ。川端さんすごい、ビタビタのビタビタやわ。ぶっ殺すって言ってますね。走りながらぶっ殺すって言ってますよね。あすごい。ちょっとこれはすごいですね。これ壊しましたね。完璧に。もしかしたら川端の勝ちです。これこれもしかしてもしかしてじゃない。もしかしてなくてもね。圧倒的な勝利、決勝進出、川端正人。いや、2台とも入ってくるスピード、ほんま、すごかった。びっくりしましたけどね、はい、素晴らしい。で、今ね、僕ね、パーって見たときにちょっと見えたんです。川端さんが喜んで、わーって左手上げようとしたら、ちょっと天井に当たりそうだったんで、すぐ右手に上げて右手窓に出して、窓から出てましたからね。1コーナーで、まずきちんと角度をつけなくちゃいけないのに、それがつけきんなくて、つけきんないでこうやって回送したときに、帰んなかった。2組目、後追いの優劣が勝敗を分ける。まずは黄色いスカイレンが前から出てくる。そして白と赤のS1号、今村陽一がこの飛び込み、いや近いとこ入ってる、近いとこ入ってる、今村陽一が飛び込んでいる。いや見えない、ギリギリのところに入った。今村陽一が見た見た、まずは遠いで見た見たを見せる。飛び込みの2コーナー、振り返して振り返して3人も入ってった。これぞ3タイムズチャンピオン今村陽一だ。すげー、よく当たんないですね、あれね。すごい、今村さんすごいわ。すごいすごいすごい。何あれ、上本ジャッジ64、今村山地ジャッジ64、今村川崎ジャッジ 5.5、 今村というところ、まずは遠いの今村を見せました。これ同じようなことを手塚がしていけば、はい、してきますよ、というところでの入れ替えの2本目だ。今村陽一先行だ。そして後ろから手塚剛。さあ手塚剛、見せることができるかどうか。これの飛び込みにおいて近づいていきたい、近づいていきたい。手塚の飛び込みが入っている、近いところが入ってきた。さあここでどうでしょうか。ああ、いけるいける、頑張れ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 。お、行った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 。勝負勝負。あー、オッケーオッケー。陽一の方がいってるかな。サドンです。面白い。サドンです。サドンです。サドンです。1コーナーに入ってくるところまでのね、はい、まあ、加速差というか、はい、そこら辺が、まあ、離れちゃうわけじゃないですか。そうですね。そこをね、だいぶ取り返してきたんですけどね。はい、上本ジャッジ、イーブン。山地ジャッジ、5.5、手塚。川崎ジャッジ、5.5、手塚。トータルで1.5の差がついて決勝進出決定、今村雄一です。1.5ついたか。王者強いわ。キレキレの手塚さんを抑えてて、すごいですよね。キレキレのって言いましたね今。あら、NG ワードですか。いやそういうゲームでこれ実況やってないから俺ら。いよいよファイナル、勝つのはどっちだ。さあいよいよファイナルバトル、川端正人先行、あと今村陽一飛び出してきた。まずは川端、そしてぴったりと今村陽一が、まずは遠いでどういう走りを見せていくのかどうか。川端ギリギリ、そして今村もギリギリのところを飛んでいく。シード的前、そして3コーナーから4コーナーにかけて第3ジャッジに向けて、ああ入っていく今村、この辺で集め寄った。さあどう出る。ちょっと1コーナーでね、少し置いていかれ気味でしたね、はい、そうですよね、1から2は、ね、ここですね、はい、ちょっとまあ川端が速かった。しかし最終的には、4コーナーあたりではぴったりと今村陽一も入っておりましたけれども、上本ジャッジイーブン、第1山地ジャッジイーブン、第3川崎ジャッジイーブン、オールイーブンです。1本目盛り上げるね、はい、盛り上げる。逆にここで差を広げられなかった今村陽一、これちょっと微妙ですよ、うん、なるほど。これまた流れ今川端に変わりました。
さあいよいよ入れ替えの2本目のスタートだ。今度は今村陽一が先行で、そしてその後ろから青い町川端の180がどう飛び込んでくるか。近いところに入ってくる、いやー来た来た、川端が入っているぞ。さあ近いところに飛び込んできた川端が上手さを見せたかどうか。ここで抜いて4コーナーぴったりと合わせていきたいところだ。最後まできっちりと駆け抜けていく。どうでしょうか。当たったぞ最後。余計な調子。いやこれは見せつけたぞ。遠いの違いが出たかな。でもこれもう一回見たいからみんなこれもう拍手すればね。ほらお客さんも拍手出した。あおれあおろ、あおれ、そのですあおれ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 。いやというところでこの今回の D1 チャンピオンズインセントレアファイナルは勝負がつきました。勝負ありというところ。いや松本さんの祈りが全然足りなかった。煽ってくれんな松本くん。松本くん煽ってくれんな。そこでシュビードゥビードゥビーハイ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 。それではファイナルバトル、今回の優勝の発表です。優勝川端雅人。川端雅人 D1 チャンピオンズ、このセントリアで一番最初のチャンピオンに輝きました。いやベスト4でいいリセットができました。なるほど。もう今回はね昨日の練習走行から全く乗り出なくて、もういろいろしっちゃかめっちゃかやってたんですけども、今回のこの優勝でその作った借金を、なんか返済してチャラになったような感じがします。この最高の舞台でね優勝することができてすごい嬉しいです。どうもありがとうございました。おめでとうございます。見事に優勝いたしました川端雅人選手です。シリーズ戦とは一味違った緊張感とワクワク感が詰まったセントレア、初物尽くしの中無事初日のプログラムを終えた。本当にねやはりトップドライバー D1 トップドライバーの皆さんは素晴らしいですね。エキシビジョンだっていうのに言うのにここまでやるかこんだけ壊すみたいなちょっともう俺とは違うと、まあ、いや、まあ、僕もきっと変わんないんですけどもなんだ本当、まあ、このねバカさ加減が、はい、いいですね、はい、こんだけぶつける皆さんも初めて見ました、はい、こんだけぶつける皆さん本当に、はい、もっと難しいとこでもね、はい、全然ぶつかれないのに確かにそうかもしれませんよね。いや面白かったです本当に。こんだけのお客さんがねずっと残っていただきまして、ここまでやるかっていう感じありましたよね。ありがたかったです本当に。ただね言わせてください、時田さんと大吾選手暇やったやろなと思ってね明日はまたね明日出てくる、この悔しさをぶつけて、はい、明日の2人はね戦いますんで、はい、はい、そういう心配もしてくれたんですね。はい見てました。ずっと時田さん何しちゃったやろと思って、はい、そうですね、やっぱ迫力がすごかったですね。感動やん、感動やん、すがって言ってるすがった。コロシアム型スタンドが生む最高の一体感とお祭りムードはセントレアならでは。日曜イベントの模様はビデオオプション213号でお楽しみください。